箱根彫刻の森美術館は、神奈川県足柄下郡箱根町にの平及び金河に、ある野外彫刻を中心とした美術館である。特定公益増進法人である公益財団法人彫刻の森芸術文化財団が、姉妹施設の美しが原公園美術館と共に運営している。美術館建物登山鉄道と彫刻の森美術館。 ピカソ館日本初の野外美術館として知られる。敷地面積は約7万平方メートルと広く、芝生に彫刻を配置した彫刻庭園の形式をとっている。彫刻に触ることは禁止されており、芝生内にも一部を除いて立ち入ることはできない。富士山系グループ参加の美術館であり、BS 富士のオープニング番組、美術館の風に吹かれての映像にも使われている。 かつては、富士テレビの天気予報の際の背景として使用されたこともあり、バックには、ジョージ・ウィンストンの憧れ、愛が BGM に使われていた。富士テレビの歴代オープニング・クロージング映像や、夕刊富士のテレビ CM や、美しが原高原美術館と共に放送開始、終了前の CM にも使用されていた。1980年代初めに放送された、ひらけ。 本キッキなどのロケにも比較的高い頻度で使用されていた。1986年頃には当時の富士テレビ川田庁社屋の入り口にあった外線門に広告が大きく掲出されていた。また、本美術館の駐車場にあるポールには産経新聞社、文化放送、日本放送、富士テレビジョンの社機が本美術館の旗と共に形容されている。 彫刻の森美術館内にある足湯、オレンジ湯、ありがとうございます。